ガソリンスタンドなんですか、イメージは。ガソリンスタンド、はい、イメージして。ローター食べたかも。はい、レギュラー8巻、レギュラー満タンが12巻、握りだけです。で、廃浴になりますとつまみと握りで15種類。で、廃浴満タンになりますと20種類。一応廃浴、はい、廃浴でお伺いします。長崎の五島列島、美味しい。わさびとスイカの奈良漬け入ってますので、召し上がってください。チーズみたいな質感ですね。うまいです。シャリが大きめなのがいいですね。いいですけど、でかい握り。そう、うまいです。それで洗って、はい、その後、皮目だけお湯にやる。スニーカーです。中には若貝の紐が入ってます。わー、すごい。歯がいらないぐらい一瞬で溶けていますね。ちょっと甘く感じますね。結構しっかりめに締めます。え、そうなんですか。なのになんか油がすごいから。うわです。うわ、なんですかこの食感は。加熱しております。イクラ味のねっとりしたチーズみたいな。シュレイン。スーパー全部のコース。レギュラー3000円のコースでも食べれるんですか。黒エビです。うまそう。藤田さんが厳選したマグロ、築地のマグロ赤貝にです。赤身、はい、天身の今日は下で漬けにしてます。酸味というか味がジガに伝わってくる感じがして、ちょっと肉肉しい感じがしますね。
口どけが全然違いますね、赤身で。しっかり酸味も。そうです。口どけは好きです。うん、赤身が少しこうくすんでるっていうか、焼けてるようなマグロの方が意外に中トロうまかったです。どっちともいいんだよ。手を見ただけで油がどれぐらいあるかっていう。薄く3枚いたのを覚えてる。持つのが大変なぐらい油がすごい。本当にバターですね、マグロのバターですね。圧倒的なとろけ具合。1貫で追加で食べると1600円のものが7000円のコースに入っているのはすごいお得ですね。うわぁ、すごい甘い。空気が含まれるみたいな。生と漬け、すごいな。食べたマグロ全部マキの中でも一番重いかもしれない。もうマグロに溺れますね。本当原価度外視ですね、これは。藤田さんのマグロの中では今ここが一番手頃、お得に食べれる。そうですね。3000円で、はいはい、入ってます。3000円のでも入ってます。3000円に入れちゃいます。大丈夫ですか原価。大丈夫じゃないかもしれないですね。